1番、2番、3番、6番、4番、5番の体系、予選競争第1レーススタートいたしました。インコースから1号艇、3コースから3号艇、鳥塚、わずかに好スタートを切って石内マーケットが先行争いは、まずは3号艇がまくる体勢、1号艇、これに応戦、おっと、内側の方でちょっとアクシデント、4号艇が抜けました、バックストレッチ、向こう上面でありますが、さあ、4号艇が差し抜けて、内側のから5号艇、6号艇と外枠3艇、4番手には2号艇の生間比喩が追走です、その後は3号艇の鳥塚、5番手の追走、なお、栗原でありますが、転覆を喫しておりまして、現在、落水をしております、向こう上面からこれから2マーク、上位の体勢は現在は4番、5番、6番の体勢、いきなりここはアクシデント、2番手争いが接戦、465の体制となって4番手は2号艇、5番手には3号艇の鳥塚、なお1号艇の栗原は落水のため失格となっています。1番、2番、3番、4番、5番、6番の体系で今スタートいたしました。2コースから2号艇がわずかに好スタートを切っていますが、一周1マーケットも先行争いであります。インから狙った狭い1号艇、2号艇が内側のから差していく、さらに狭いところ6号艇が今度はまくり差しのハンドル、バックストレッチ向こう上面、おっとここで転覆がありまして、バックストレッチ向こう上面でありますが、上位の並びはここで1番、4番、2番、後方5番、3番という体勢で向こう上面、なお6号艇は転覆を期しております。スタートのは前提正常、スタートのは前提正常です。1号艇の柴田がトップ、2番手追走、4号艇の金子武史、3番手には2号艇の大沢という並びになって、上位の体勢は1-4-2、4番手には5号艇の太郎、5番手に3号艇の細川という並び、なお1マークを回ったところで6号艇の野村誠は転覆を期しています。上位の体勢は1番、4番、2番後方でありますが、5番、3番という体勢でありまして、5艇の構想レスキューの外側を各メンバーが通過いたしまして、上位の並びですが1番、4番、2番、後方5番、3番という体勢になっています。トップと2番との定冠4艇審査、2番と3番との定冠5艇審査、1番、4番、2番、後方5番、3番、なおこのレース6号艇の野村誠と転覆のため失格となっています。1番、3番、2番、4番、5番、6番の体系、第7競争スタートいたしました。1周1マーケットが先行争いでありますが、全体的にちょっと早いスタートになっています。スタートの方は判定中、スタートの方は判定中となっています。1号艇先前体制、3号艇が差しのハンドル外に握って、2号艇バックストレッチ向こう上面に入っていますが、スタートの方は判定中となっています。陰線1号艇、3号艇が差して、ここでゲストの皆様にお知らせでございます。5号艇の後藤と6号艇飯塚両選手はフライングのため返還欠場、5番6番に関する投票権は全て払い戻し返還です。ゲストの皆様、投票権は大切にお持ちください。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートまで残りは2秒、スタートしました。さあ、内1番の堀本踏み込んでしまいました。お手持ちの投票券どうぞ大切にお持ちください。その1番堀本の陰線、2番の栗原差し構え、さらには5番の前田がまくり出してきましたけれども、ここでお知らせです。お知らせいたします。1番の堀本、1番堀本フライング返還欠場となりました。1番に関する投票権返還となります。お手持ちの投票権どうぞ大切にお持ちください。1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。2コース2号艇菊池、3コース3号艇矢野がいいスタートも、インから1号艇服部も伸ばしていく、そして2コースまくり2号艇菊池は少々船が浮いて、内側差し抜けたのが3号艇矢野、そしてこれに続いたのが5号艇池田、内をついている4号艇渡辺が3番手、4番手が6号艇松下で、1号艇服部と2号艇菊池は後方に置かれています。なおスタートは正常でした。1周の2マーク、3号艇矢野蓮司がトップで回っていきます。2番手争い握っていく5号艇池田、内を小さく運んでいく4号艇渡辺博樹も、外5号艇池田が2番手、3番手4号艇渡辺、上位3番5番4番です。2周の1マークの2着争い、4号艇渡辺が追っつけていきますが、これをかわしていきました。5号艇池田が2番手、そして3番手4号艇渡辺のターンが膨らんで、内から6号艇の松下が3番手、そして1号艇服部剛は1周のホームで止まっている状況となっています。2周の2マークをまず3号艇矢野、5号艇の池田、6号艇松下和也が回っています。4番手4号艇渡辺、1
1号艇服部は依然止まっている状況、5番手で2号艇菊池が2周の2マークを待っています。ここでお知らせいたします。1号艇服部剛は失格、1番は失格となっています。1番6番2番3番4番5番です。スタートしました。4号艇の菅沼、5号艇の松山、3号艇の河原とダッシュ勢好スタートです。インから先制1号艇に行ったまくりに行った6号艇沖、内から2号艇の小林と3号艇河原ですが、2号艇の小林にアクシデントがあります。先頭は6号艇の沖悟、2番手4号艇の菅沼と3号艇の河原が並んで、1号艇に行った5号艇松山、2号艇小林にアクシデントです。なおスタート正常、スタートは正常です。お知らせいたします。2号艇小林隆明は転覆のため失格です。2号艇小林隆明、転覆のため失格となっています。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。4号艇の小坂好スタート、5号艇の萩原もいいスタートを切っています。イン逃げ体勢、1号艇の松山、まくりに行った3号艇の斉藤ですがバランスを崩しています。その後ろ5号艇の萩原、2号艇金子、4号艇小坂追走していきますが、先頭は1号艇の松山、5号艇の萩原2番手、3号艇の斉藤和正にアクシデントがあります。なおスタートは正常、スタートは正常です。お知らせいたします。3号艇斉藤和正、転覆のため失格です。3号艇の斉藤和正は転覆のため失格となっています。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。いいダッシュを決めたのは角1から4号艇の森本、一気にまくっていこうとする、内側から2号艇3号艇、ちょっと行くばからからった、先に回ろうと内1号艇の上手に握っていった5号艇の吉田、バックへ入っていきまして先頭は4号艇です。角からまくっていきました森本慎介、2番タラスイは1号艇5号艇、さらには6号艇、スタートは正常でした。2マークをトップで折り返すのは4号艇の森本、2番タラスイ6号艇、内から茶谷がくるっと運ぶが、1号艇魚谷刺した、この内側からは5号艇の吉田、ホームへ帰ります。先頭は4号艇の森本です。2番手追走1号艇魚谷に5号艇の吉田、さらには6号艇の茶谷が追走、後方には2号艇加藤、3号艇の山本です。2周1マークをトップクリアは4号艇の森本慎介、2番手追走1号艇の魚谷智之で、3番手に5号艇の吉田、上位体系は415、4番手以降は6号艇2号艇3号艇となっています。3号艇の山本はちょっとモーター不調の状況でしょうか。2周2マークのターンからホームへ変えていまして、先頭は4号艇の森本です。角からトップスタートで一気にまくった4号艇森本、2番手追走が1号艇の魚谷、3番手に5号艇の吉田、最終周回です。3周目の1マークを目指しまして、先頭は4号艇の森本慎介です。1号艇の魚谷智之が2番手を追走で、上位体系は4番1番41体系、5号艇の吉田3番手、4番手に6号艇の茶谷、5番手から2号艇の加藤で、3号艇の山本が大きく置かれています。ラストターンマークに入りまして、先頭は4号艇の森本です。2番手から続くのが1号艇の魚谷、3番手は5号艇の吉田、上位3艇は4番1番5番でゴールを迎えます。10レース、先頭4番の森本五輪、2着1番魚谷五輪、3着5番吉田五輪、2番6番は接戦での五輪。お知らせいたします。大きく遅れておりました3号艇の山本貴之、失格となりました。以上、尼崎第10レースでした。1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。6艇が揃いました。横一線でスリットを抜けていって、一周の1マークは前白取って、1号艇先前逃げて池上、握ったのは2号艇5号艇、打ち合えたところ4号艇と6号艇、3号艇は
ここは失速してアクシデントとなっています。さあバックストレッチで1号艇池上を刺して捉えてきた。内から4号艇富田が矢先をかけるか、いや外へ持ち出した。スタートは正常でした。1周2マークトップ旋回で1号艇池上、続いて4号艇富田が回る。後ろから握って2号艇の野見山、若干膨れてホームストレッチです。3号艇の寺本武史は1周の1マークでアクシデント失格となりました。1番2番3番5番6番4番でスタートしまして、好スタートは5コースの6号艇村松、寄せていくが若干止められて1周1マーク、その隙に1号艇先前に、それでもつけ前に行って6号艇村松は浮いて流れた。内をついて2号艇3号艇差し続く。バックスレッジは最初に差した2号艇の船岡が優勢ですが、内からへさきをかけて並んだ3号艇島川で突破路線接戦、外に控えて1号艇山田も差がなく、スタートは正常でした。危ない危ないと、危ない2号艇船岡にアクシデントがあった模様。ホーム側には1号艇トップで山田、続いて3号艇島川の後ろは4号艇の村松瑛太の134で、レースは2周目2艇審査の4番艇村松兄の6号艇修二が追って、これから2周1マークトップで1号艇、続いて3号艇の後ろは握る6号艇、内から4号艇でバックストレッチです。お知らせいたします。3号艇の島川光雄が妨害失格となりまして、2号艇の船岡失格。1番2番3番4番6番5番スタートしてきました。5号艇石倉がさあ寄せていこうかというところですが、内2艇も盛り返して1号艇菊池が先に回る。そして2号艇の大賀差す、5号艇石倉が外、さらには346ですが2号艇大賀の差しが入っています。1号艇菊池を捉えた。3番手は5号艇石倉わずかに優勢、3号艇田中接近で後方少し離れて6番4番です。なおスタートは前提正常でした。ここは2号艇大賀が差しから主導権を取ります。そして1号艇菊池が2番、ちょっと2号艇王がアクシデントです。2号艇王がアクシデント。1号艇菊池がトップに立っています。あとは6号艇佐藤も今高速ストップの状況です。2号艇王がアクシデント、6号艇佐藤も高速ストップの状況。2周1マーク4艇が向かいます。2号艇の大川転覆失格、6号艇佐藤は今構想再開はしております。2号艇大川転覆失格です。2周2マークへ向かいます。1号艇の菊池がトップ、そして2番手4号艇山崎、3番手3号艇田中の143で2周2マークを旋回す。そして5号艇石倉4番手、ちょっと6号艇佐藤もアクシデントかという形にはなっています。最終周回です。1号艇菊池トップ、2番手4号艇山崎、3番手3号艇田中の143、このカード2号艇大川転覆失格となっています。6号艇佐藤も構想が現状ままならないような状況になっています。6号艇佐藤は不完走失格です。6号艇佐藤は不完走失格です。ボートレース下関は第5レース予選競争開始です。なお3号艇で出場予定でした佐藤俊介選手は負傷のため欠場となっております。したがって3番に関する投票発売済みの分に関しては発売額と同額で返還となりますので、どうぞご注意ください。1番2番4番5番6番です。スタートしていきましたが、スタートは判定中です。スタートは判定中、どうぞご注意ください。ファンの皆様にお知らせいたします。1号艇宮武英二、2号艇品川日華ともにフライング返還決要です。1番2番に関する投票発売額と同額で返還となります。どうぞご注意ください。1番2番3番4番5番6番です。
スタートしてきました1号艇平田がスリット後手、さあ2コース2号艇運野寄せてまくる体勢、1号艇平田はピンチという形、2号艇運野がまくり、それでも残すか、1号艇平田は流れた、あとは3番がアクシデント、4号6という旋回ですが、ここはスタートは前提正常でした。3号艇花本はアクシデントです。2号艇の運野がトップ、2番手争いは接戦ですが、3号艇の花本は転覆失格です。3号艇花本は転覆失格。1番2番3番4番6番5番でスタートしてきました。スタートは判定中、スタートは判定中、どうぞご注意ください。6号艇上平慎二フライング返還決定です。6番に関する投票発売額と同額で返還となります。どうぞご注意ください。